バトルサリン亡くなった方はみんな生活動作中なんですよ。ビデオカセットを入れようとして倒れている。もしくは風呂から出ようとして倒れている。逃げる暇がない。動けないです。ほとんど総割れ亡くなってるんですよね。今日、岐阜県美濃加茂市で講演した中部国際医療センターの奥寺博医師。多くの犠牲を出した無差別テロ、松本サリン事件で被害者の治療に当たりました。30年前の6月27日夜、長野県松本市でオウム真理教が起こした松本サリン事件。猛毒であるサリンが住宅街に散布され、8人が死亡するなど多くの被害が出ました。意識は全く応答も取れないんだけど、血圧はあって脈拍が高くて、普通不思議ですよね。意識ないと血圧が高くて脈減ってるわけなんだけど、要するに薬が効いた状態ですよね。だ普通のいわゆる心肺停止とか痙攣とか脳卒中とは明らかに違う、まあちょっと異様な患者でしたよね。若い学生が今全く知らないですよね。これはやっぱり話さないといかんなというのは思いましたね。当時未知の化学兵器だったサリンと対峙した奥寺医師。若手の医師らにあらゆる可能性を迅速に判断できる医者になってほしいという思いを伝えていました。ただ医者の側が知識を持ったら何が来たんだって分かんなかったら困るから、それはこっちの責任ね、医者に教えたりするのね。